どうもお疲れ様です。今日はですね、この男組1988再結成といいますか、再始動に際しまして、1年間限定なんで、こういったグッズのセールスってのもね、ほんと限定的だと思うんですよ。で、この貴重な機会に、ずっと買えなかった男組グッズ、まとめて買っていこうかと思います。なんせね、30年分のお小遣いが溜まってますんでね、しっかりと買えるんじゃないかな。まあでもね、一応ね、大人の事情もありますので、3万円前後を目標に買っていこうかと思います。よろしくお願いします。まず一番上、大型のスツールですよね。私も50過ぎましたんで、まあそろそろこういったおしゃれに目覚めてもいいかなと思いまして、スーツも買いました。スーツも買って、それに似合いそうなスツールが出ていたんで、これを機会にね、この大型スツールに挑戦して、この冬を乗り切っていこうかと思います。そして、定番の T シャツですよね。私の大好きなマイライフ。この曲がトップにあるこの黒い T シャツ、白地の。これがいいですよね。いろんな T シャツあるんですけども、これを私はこう冬用の部屋着として着ていこうかなと思います。次はね、春から夏に向けて明るいイメージのこのピンクのパズルの T シャツですよね。これを来年の春に着て、男組が活動をね、本当に終わる時まで、このパズル4つのピースとともに、まあ私もね、こう大切に着ていこうかと思います。そして記念 T シャツです。メンバー全員のプリントがあって、これ実はバックプリントもあるんですよ。ですんでね、バックプリントも結構かっこいいんで見ていただきたいと思います。5500円ね。T シャツにしてはまあ高価なんですけども、でもね、5500円貼れなくって何をやってるんだって感じですよ。50歳にもなって。T シャツぐらいバンバン買っていこうかなと。買わしていただけるのね、50歳になるぞっていう決意も込めて、男組の応援、そして私はもう音楽をやめてしまいましたけども、でも今でもね、やってくださっている男組に感謝を示して、この T シャツに思いを込めたいと思います。次はフェイスタオルですよね。いや、案外安いですよ、このタオル。うん。まあでもね、いっぱい買うわけにもいかないんで、このタオルを買ってね、ちょっと部屋に貼っておきたいなと思います。ポスター代わりに。で、埃かぶらないようにきっちりとね、包んで、額縁かなんかに入れて、この男組。やっぱこうピリッとね、黒いバッグに白でガシッと男組。これなんか10代の勢いを感じますよね。まあですんで、今回の男組1988も、まあ大切な思い出にはなると思いますけども、それ以前に若かった男組の例のね、全国ツアーのつもりでこの1枚買わせてもらいました。トートバッグ。今ならではですよね。買い物行くときに、買い物モール袋お持ちですかとか、レジ袋ありますかって聞かれますけども、男組のトートバッグがありますんで大丈夫ですみたいな感じで赤いやつをバンと出したいですね。ということで買い物に使っていこうかと思います。これね、チャックも閉めれるんで結構便利ですよ。丈夫ですしね。レジ袋持っていくのも一ついいんですけども、このトートバッグを選択しながら上手に使っていこうかと思います。はい、次、帽子です。 I'm Waiting For You の帽子。 I'm Waiting For You ね、あのアルバム結構好きなんですよ。何回聞いたかわかんないです。もちろんファーストも、それから2枚目も、3も好きなんですけどもね。それから、ろくでなしとかね。その他、私アルバムは全部持ってるんですよ。それこそ、ベスト版とかね。例のバラードコレクションのも全部あるんですけども、場合によっては2枚あるやつもあったりね、3枚あるやつもあるんですけども。まあでもね、一番思いを込めて私がじっくり聴かせてもらった、I'm Waiting For You。多分この30年で一番聴いた音楽じゃないかなと思うんですよ。これがまさにね、帽子になってるんで、もうこれを一番最初にカートに入れましたね。そして、まあ、なくてもいいんですけども、リストバンド。一応、リストバンドね、使う機会はないと思いますけども、それでもね、ずっとはめ続けていこうかと思います。で、今までね、私、サングラスをかけていたんですけども、50を機会にサングラスをやめて、このリストバンドをね、まあ自分のトレードマークにしようかなっていうところで、小径が、ちょっと予算オーバーですけども、34,300 円プラス送料ということになります。まあ、けどね、34,300 円プラス送料の、この、会計の痛みっていうのは来月になったら消えますよ。ね。12月はもっと大きな出費、クリスマスプレゼントがありますんで、まあ私にプレゼントを送ってくれる方はもういないでしょうけども、でもね、私の方からは12月、家族や、そして大切な人にメッセージをね、添えて、クリスマスプレゼントを送りたいときに、一足先に男組から私の方にね、このグッズのプレゼントをいただいたかなと。そして費用を払うのは私自身ということで、購入ボタンを押していこうかと思います。ありがとうございました。まだまだ男組の活動始まったばっかりなんで、グッズがこれからもどんどんいっぱい出てくることを楽しみにしてます。そういった意味で第1弾の購入はこの8点。この8点で我が人生に悔いなし購入ボタンを押していこうと思います。ありがとうございました。ポチッとな。